男子テニスで世界6位の錦織圭選手が初めて日本一のスポーツ庁舎となった。米経済誌フォーブスは8日この1年の収入による16年スポーツ選手庁舎番付を発表。錦織が3350万ドル、約35億2000万円で日本勢最高くらいの29位に入った。米大リーグの田中将大投手は2300万ドルで74位、1位は8800万ドルを稼いだサッカーのクリスティアノ・ロナルドだった。ボクシングのメイウェザーとゴルフのウッズ以外が首位になるのは16年ぶり。しかしこの29位の錦織圭選手と1位のロナルド選手とを比較してみると驚愕の事実が判明した。その事実とは、錦織の収入内訳はスポンサー収入が約 32.1 億円で年俸賞金が 3.7 億円。しかし1位のロナウドは総年収こそ約94億2000万円だが年俸賞金は 59.9 億円でスポンサー収入は 34.2 億円である。この2人をスポンサー収入で比較してみるとすごい事実が判明することになる。それはスポンサー収入では錦織約 32.1 億円とロナルド 34.2 億円と大差がないが、大きな違いは年俸と賞金の額である。この2人を年俸賞金額で比較すると錦織 3.7 億円に対してロナルドは 59.9 億円と約16倍である。これを見てもサッカー選手の年俸賞金額がいかに巨大なのかが見て取れる。テニスの部門で健闘しているのはロジャー・フェデラーの4位で、総年収は6780万ドル、約72億5000万円である。メジャーリーグの田中将大は2300万ドル、24億6200万円で74位と、残念ながらトップ100にランクインした日本人はこの2選手だけだった。錦織圭の収入の内訳を見てみると、現在は所属の日清食品やウェア契約するユニクロなどを含め16社と契約を結んでいる。賞金は今年だけでジョコビッチ、マリー、ナダルに次ぐ4番目で173万6094ドル、約1億8200万円を稼ぎ出した。15年は賞金総額450万ドル、約4億7300万円、スポンサー収入1500万ドル、約15億8000万円の合計1950万ドルで92位。賞金を100万ドル減らしたが、スポンサー収入が倍増し大幅に順位を上げた。12年にイチローがマークした39位、2400万ドル、約19億2000万円を共に上回った。しかし当の本人はお金のことはよくわからないと全くの無頓着。パリで趣味のファッションの買い物をするぐらいで、最近の大きな買い物といえば拠点のアメリカフロリダに自宅を建てたぐらい。好物はラーメンにノドグロと庶民感覚は変わらない。世界長者番付に乗る錦織圭選手だが、テニスの世界では悲願を達成し、ぜひとも賞金額もジョコビッチを打ち破って1位に輝いてほしいものだ。